演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらファミリーマークのおにぎり4種類を食べたいと思います。なんか魚介系多いんですけどね、どれも美味しそうに、シンプルなこれだけなんですね。なんとでは、まずは唯一のイレギュラーピリ辛高菜から食べたいと思います。ピリ辛っていう響きがいいですね。トップバッターのお味はいただきます。最初に食べたピリ辛高菜のは最初辛さはそうでもないかなと思ったんですけど、後からだんだんじ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 んと辛さが来ましたね。この辛さが好きか嫌いかで好みが分かれそうな気がします。自分はまあ好きな方ですね。2つ目に食べたスーパー大麦紅鮭わかめは、鮭が通常のおにぎりと違って全体にまぶされていて、そこにわかめが入っていて大麦の食感を味わえて、どこを食べても鮭の旨味、わかめと大麦の食感を味わうことができて美味しかったです。大麦なので体にも良さそうですしね。そして次に食べた明太マヨネーズは、明太子のピリリとくるような辛さをマヨネーズは程よくまろやかにしていて、そのバランスが絶妙でとっても美味しかったです。そして最後の和風ツナマヨは、ちょっとマヨネーズが強くて和風がどっか行っちゃったかなという気がしたのは残念でした。ツナマヨは美味しかったですけど、ね、というわけで今回6つ食べてみて、一番美味しかったのは大麦紅鮭わかめ、その次は明太マヨネーズ、その次は和風ツナマヨ、一番最下は高菜かな。それぞれ高菜かな、こちら明太和風ツナマヨもこちら、明太子がこちら、そして大麦わかめはこちらの点数でさせていただきます。というわけでいろいろ食べて美味しかったですね。もっといろいろ食べてみたいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。